年を重ねる美顔を時となるメイクアップレデューサーのショーカです。本日はシワに悩んでいる方に自宅でヒアルロン酸注入できる美容液という目新しい気になる、コスメを見つけたので、スペシャルホームケアで額のシワに、悩んでいるスタッフの小島ちゃんと私目の下、すごく気になってるんですよ。一緒に4日間試してどんな実感が得られたかっていうのを検証していきたいと思います。シワとかハリって鏡見た時絶対気になる方もいらっしゃると思うんですけども、ホームケアではなかなか手強いですよね。なので楽しみにしててください。ちょっと気になるっていう方は、今回ショコビチャンネル視聴者だけの太っ腹企画ご用意してもらったので、お楽しみにしててください。ブランドコンセプトは気休めの美容は終わりにしたい、これは期待できるでしょ。実際この企画に取り掛かる前、気になるメチワをイベント前にスペシャルケアとして取り入れたら、最近気にならなくなったので、これはね、皆様にお伝えしていかないといけないと思って、はい、今回私はメチワ、タイのシワっていうことでトライアルキット、こちらのトライアルキットを使って4日間でどんな感じになるのかやっていこうと思います。ではおでこのシワに悩んでいるうちのスタッフの小島ちゃんに登場してもらいましょう。はい、こんにちはということで、はい、小島ちゃんね、どのくらい前からこの額のね、これでしょ、横線の大きなシワは小学校ぐらいからもあるんですよ。小学校からね、小学校の方ですね、最近になって気づいたんですけど、このね、この横のところに細かいシワが出始めて、私はここに小じわがわーって、増えてたのと、やっぱりすっごい笑うんで、めっちゃ笑いじわがね、結構深く刻まれてきたので、やっぱりね、保湿にはしっかりね気をつけていてもですよね、やっぱ忙しくてなかなかスペシャルなお手入れできないじゃない。もう本当はね、エステとか、美容の施術にね通えるといいんだけど、お金もね、時間もダウンタイムとかもね、いろいろ気になると思うので、今回エイジングサインにロン、ちょっとね注射器みたいなのついてる。ドクターズコスメって聞いたことあります？ちょっとだけ、スイスで5年間も研究して開発されたドクターズコスメ、2009年に世界で初めて植物幹細胞のエキスを化粧品にね採用して、歴史あるラボが開発していて、世界ね43カ国で展開されるグローバルブランドで、これ美容のね研究の大国で開発されてから、めちゃくちゃ私信頼度高いんですけど、高くない？はい。でその中で自分で一番気に入ったのが、このね、刺さずにヒアルロン酸注入。すごいでしょ。これ本当に刺すとかになると絶対嫌じゃない、痛そうだし。なのでピンポイントでアプローチできる専用のアプリケーターが、自宅でねヒアルロン酸注入が再現できるということで、刺さずに痛みなく166カ国で特許を取得してるんだって。すごいね、安心安全な設計になってて、そうすごい。でも、形が丸くなってるので、痛くないですよね。そう、うん、これちゃんと丸くなってて、キューって、すごい線にねちゃんと出るわけ。おお、すごい。これね、ピンポイントでシワのところに行けるんだけど、で、こう裏返しにしても落ちない。ね、どんだけヒアルロン酸の濃度が高いかっていうの分かるじゃない。でこれを別にね触らない、自分のシワのところだってこことかで、ピッピッピッってやってステイで、それをはいステイで4日間で絶対実感できますって言われて、私本当にこの間のイベントの時にやったら、めちゃくちゃねピーンってしてて、今回は皆さんね、はい、ご用意しましたはい、ということで、やっていきたいと思います。はい、まずね、つけ方なんですけども、こちらのね、ブレードジェルをつける前に化粧水と乳液でね、ちょっと整えてからつけていきます。はい、ここからです。私左と右だと右の方がね、目じわがね多かったので、しっかりケアしていきたいと思います。ぎゅーっとで、鏡をしっかり見ていただいて、
どこのねシワが気になるかなっていうことで、私ねこの分かりますかね、このねシワが二重になってますって言ったので、この部分で、コツはこのシワを上にのせることです。はい、ちょっとね、長めのね、シワがあったんですね。こんな感じ。はい、で、ここから、ね、ちょっとこの眉間のところにも、はい、でちょっとまだ余っているので、はい、この、ちょっとほうれい線のね、ところにも入れとこうかな。で、ここから10分放置です。これね、従来のヒアルロン酸のね、2000分の1のサイズっていうことで、この肌のね、角質に深く素早くね、アプローチして、高い浸透力を実現するらしいんですよ。実は、一般的なね、ヒアルロン酸の化粧品では、分子のサイズが大きくて、肌の表面しか保湿できなかったんだけど、知ってました？ヒアルロン酸が肌にいいってみんな知ってるんだけど、なぜすごいと言われているのかっていうのは、 1g で6リットルの水を保水できて、肌の潤いに欠かせない成分だから。もともとね、肌にある成分なんだけども、加齢、乾燥、紫外線のダメージによって体内のヒアルロン酸がだんだん減少してきて、肌のね、ハリ不足とかシワとか、このエイジングサインの原因になってしまう。だからそのヒアルロン酸を特別な技術でね、刺さずに浸透させることが実現ということで、驚異的な保水力を持つヒアルロン酸を肌に浸透させることでシワ改善、ハリツヤアップ、ね、でも化粧品で扱うヒアルロン酸は分子が多くて浸透しにくい、ね、肌の表面にしかとどまらない。で、分子を小さくしたり扱いが難しいので、浸透型のヒアルロン酸を扱う化粧品は値段が高くなる傾向にあるんです。私今乗せた時はピリピリしなかったんですけど、一番最初ね乗せた時は肌にねちょっとピリピリって来たことがあるんですね。で、このピリピリはこのヒアルロン酸がお肌にちょっとね浸透している証拠だそうです。で、チクチクした場合、チクチクした反応は、これはナノヒアルロン酸が浸透している証拠でね、肌に合わないとかではないので、安心してくださいとメーカーさんがね、教えてくれました。でも人によって違うので、チクチクしてないからといって浸透していないわけではないので、皆さんご安心くださいっていうことでした。はい、では、つけていこうか。はい、じゃあ、こちら見ながら、はい、気になる？そう、気になるね、シワのところに、はい。で、そう、あ、そうそうそう、上手上手。ちょっとね、押しながらね、はいはい、うん、はい、結構ね、たっぷり乗せた方がいいよ、うん、あ、すごい可愛くなってる。あ、もう余ってるんだったら目のところとかもね、やっていた方がいいよどう？で、ちょっと肌がピリピリしたりチクチクしてるっていうことあります？あ、若干おでこが今、うん、ちょっとだけピリピリってきてるかなと思います、ね、それね、ピリピリしてるっていうと、うん、みんなね、肌にちょっと拒絶してたらいいと、ちょっと違うね、やらなんか入ってる印なんだって、うん、なので、本当に痒くなったりとかしなければ全然ね、気にしなくていいですよってメーカーさんがおっしゃっていたので、まず今これ10分ステイです、はい、で10分したらこのねジェルを肌になじませていくので、はい、少々お待ちくださいませ。はい、10分経ったので今度は全体になじませるということで、この指の腹を使っていくんですけどね、トントン、ちょっとこう押し込むようにしてなじませていきます。ここでね、しっかりと浸透させるのが甘いと、後からねポロポロねカスみたいな感じになるので、ここね丁寧に、はい、押し込めてあげてから全体に伸ばしていきます。入れ入れって大事だからね、はいはい。そうすると見て、なんかだんだん私の大好きなペットンペットンになってくるわけですよ。とハンドプレスを
繰り返していきます。でね、このなじませてきたら見て、このプリン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 具合がね半端なく張ってきます。はい、これ本当気持ちいいです。で、私ね、よくあの夜に使うことがあるので、はい、シルキーフィルムね、グレード、こちらの方を今度はまたアプリケーターにね入れていきます。キュー。で、そうしましたらこれはね、キュー全体にね、ちょっと置いて全体に円を描くように。つけていきます。で、これは、ね、お肌に浸透させたヒアルロン酸を閉じ込める役割をしています。ビタミン E とかキシリトールとかね、アルバシードオイル、シアバターなど美容の成分が豊富にね、すごい配合されてるんですよ。そう、肌がもうすでにパーンってした感じがします。気持ちいい、はい、そうこうしている間に、うちの小島ちゃんが、はい、あの10分経ったかな、綺麗に可愛くなってます。それをこう、ね、ちょっとずつこう押し込めるようになじませる。で、なるべくね、あっちこっち行くっていうよりはここでグッと入れていきたいです。そうそうそう、自分の手に取って、はい、手に取って揺らいで、で、円を描くようになじませてあげてください。これを10分置いてからのこっちの白いやつで、これがもうね、あのヒアルロン酸を蓋してあげる。いいの、いいの、うん、なんかプリンパンって感じ、うん、で、額はこっちの方が今効いてる、うん、ここもちょっとあるけど、そう、こっちは少なってる。あ、本当だね、1回目で少なってます。少なってるね。おお、なのでこっちがね、ちょっとまだ深いから、うん、あの多めに、はい、あの乗せてみて4日間試してみます。試してみます。カリマちゃんはこちらの方のね、新しいやつを、はい、これを持って帰り、はい、はい、ちょっと使っていただきます。4日後どうなってるか楽しみにしてて。はい、おはようございます。今あの朝風呂、私朝風呂派なので朝風呂入ってきて、今何にも塗ってない状態です。はい、だいたいね、朝風呂入って結構こう私半身浴するので、はい、上がった後すぐ化粧水とかつけないとちょっとカピカピするんですけど、あの目の感じ結構いい感じじゃないね、いい感じかなと思って今見てたんですけど、うん、なんかね、ちょっと細かいのが少しなくなってきて、大きいのまだあるけどね。そう、はい、これをちょっと続けていきたいと思っております。今ね、ちょっとこの辺がちょっとピリピリってきたんですけど、なじませれば全然いい感じ。でも今日朝起きた時かなりね、あの張りがあったのでちょっと楽しみです。で、昨日はね、こう乾ききらないまんまで、はい、次に行ったので、ちょっとね、こうカスがねちょっと出てたから、今日はしっかり乾かしてから塗ってみようと思います。初めはなんかね、待ってる時間すごいもったいないかなと思ったんですけど、ちょっとね、 YouTube 見てたりすると10分って結構あっという間だなと思いました。はい、今ちょうどね YouTube を撮っていて、あのメイクをね、した状態でやってたんですけど、あの結構調子が良くてノリが、はい、どうです、いい感じです。うん、じゃあなじませます。ちょっとさ、上手くなったと思わない？なんかね、なんかピンポイントでだんだん慣れてきた。うん、でも薄いね、シワは結構ね目立たなくなるね。うん、最初はねちょっと面倒かなと思ったんですけど、あのルーティンにしちゃうとそんなになんか面倒じゃないのと、なんかどんどんこう少なくなってくる小じわを見ると、はい、なんか逆に嬉しくなる。うん、はい、朝です。
はい、ちょっとねこの辺のシワがね、はい、ちょっとなくなってるかなっていう感じがします。はい、よく言うならねこのもうちょっとこの辺がサクってなくなりたいとこですが、あ、ちょっと効いてるような気はします。朝起きた時は吸収されてる感じでベタベタしない感じです。はい、なんか張りが出た感じかなと。ほうれい線はねこっち側がちょっと薄くなってる気がする。こっちよりはい、4日間経ちまして、はい、使ってみて私たちの感想をね、はい、言っていきたいと思うけど、少なくなったね。もう、なんかこう太く目立つシワっていうのがだいぶ減った気がします。うん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 、こっちより、うん、あ、でもこっちも少なってるけど、こっちはほとんど目立たなくなってるね。あと眉間？そうだ、そうなんですよ。一番びっくりしたのが、おでこのシワっていうよりはこの眉間の縦じわがすごい薄くなった。うんうん、そうできました、うん、あ、でもなんかでもちっちゃいなんかこうやって走ってたやつ、うん、ほとんどわかんない、うん、もうちょっとこのおでこのちりめんじわに効いてくると嬉しいかなとは思うんですけど、うんうん、なんかね、うん、さっきも聞いてたんだけど、さっきね私がね使ったこのぐらい使ったやつだ、今半分くらい効いてたじゃない。だから量をもっとつけたら、はい、よかったのかも。もっとつけます。はい、はい、めちゃくちゃやっぱり並べるとすごい、はい、分かりました。何日目ぐらいからなんか感じ始めたってあります？あ、でも感じ始めたのは、うん、もう1日目の翌朝、うん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 、朝のこの起きた時のシワの入り具合がめっちゃ薄くなってるのにまずびっくりしました。パキッっていうなんかね、あるよね、パーンみたいな。わかるわかる。朝起きた時になんかしっとりしてるんじゃなくてパキッってなってたよね。そうそうそう。はい、なのでどうです、これすごい実力派、うん、だよね。はい、集中ケアっていう意味ではものすごい実力派だと思います。そう、たった4日でこのぐらいなので、やっぱりちょっとねしばらくやはりねこの欲が出てくるじゃないですか。2週間ぐらいちょっと使い続けて、うん、でそこで絶対イベント前にやろうと思って、うん、思いました、ね、写真撮る前とかね、本当大事です、ね、大事だよねって思いました。なので皆さん気になっている方はぜひお試しね、今回できるので、はい、やっていただけるといいかなと思います。はい、たった4日でも効果が感じられたので、まずはねこの4日間試せるこのトライアルキット使ってみて。本当は定期便らしいんだけども、肌にね合うかどうかわからないし、まず試してみたいという方はヨコビチャンネルの見てる方だけに、今までなかった特別な、ね、価格で単品購入できるキャンペーンを組んでいただきました。はい、買い切りだからねお試しやすいと思います。でこれね、よいしょ、はい、こんな感じでね、通常このトライアルキットって、3300円で、なんと500円オフで2800円で試せちゃうんですって。すごくないです？さらになんとショコビチャンネルの限定で、はい、このトライアルキット購入の方にこちらのねトートバッグも無料でねプレゼントしてくれるって、嬉しくないですか？でこのトートバッグにちゃんとねほらバチがついてるから、結構私書類入れるんですけど、すごい重宝しています。うん、こんな感じ可愛くないですか？でちょっとかけた時にも、はい、こんな感じになっております。はい、なのでこちらのトートバッグと、あとさらにねお肌の小じわの悩みやしっかりケアしたいという方には、ね、この顔全体にヒアルロン酸注入が15回できる本品あります。通常の、ね、14,300 円のところを半額の、ね、7,150 円、さらに500円オフのもう本当に、どこにも出してない6,650 円でお買い求めできるそうです。ありがとうございます。こちらももちろんトートバッグ無料でねプレゼントっていうことで、本当嬉しいよね。
本当またね、今回ちょっと試したいっていう方はこれだけの感じだけでも全然ね、特に小島ちゃんなく本当この辺のシワすごい綺麗になってたので、なかなか美容のね施術とかエステの時間が取れないっていう方はスペシャルケアのね強化月間として15日間試すっていうのもありだと思います。ね、期間限定、数量限定の特別セットです。今回ね、特別に期間も通常より長い2週間で設定させていただいてます。気になった方は売り切れちゃう前に概要欄見てね。本当に待機で集中的にね、もうエイジングサインにもうスペシャルホームケアができちゃって結構ね、すごかったなって私思うので、皆さん一緒にね、シワが撲滅していきましょう。本当最初はね、こうね、10分待つっていうのがめんどくさいのかななんて思ってたんですけど、あんまり大丈夫、タイマーつけてやってたらルーティンにしちゃうと全然楽ちんだった。だからいっぱい重ねて重ねていろんなものを使わなくても朝起きた時にピンみたいな感じっていうのはなかなか私の中ではなかったので、刺さないヒアルロン酸注入ということで、お気に入りでした。はい、皆さんもしよかったら試してみてね。ではまた次の動画でお待ちしております。